どうも、こんにちは、これです。今回ですね、シーナに情報修正が入りましたね。少しだけシーナの情報修正の話だけさせていただきます。まず、悪魔キラーがつきました。これによって、2階層の中階層の突破率が爆弾に上がりましたね。かなり良くなったと思いますが、一つだけ問題がありまして、このね、シーナ、攻撃力見ていただければわかると思うんですが、HP 力1279、攻撃力が3530なんですよね。限界突破してる場合。3530もあると、もう、本当にやばいんですよ、とにかく。だから、こんな風にね、まあ、一列ずつ消して333333で消して13万1000しか残んないんですよ。もう10個もちょうどで。本当にギリなんで、可能なら、シーナは限界突破させないでください。限界突破前の方がいいです。で、マシンキラーですね。これもういらなくなりました。7コンボで突破できるようになりました。で、6コンボでも突破したい場合は一応ついててもいいし、だからすでにつけた6コンボでも突破できるっていうお得なね、ボーナスもつきますんで、まあ、ポジティブに考えてもらえればなと思います。という感じで実際にね、調整と話しながらやっていこうと思います。やっていきましょう。はい、どうも、こんにちは、ゆうころです。今回ですね、パズドラ大関西杯3ですね、三色神ループ編成でやっていこうと思います。まあ、三色神無限ループじゃない方ですね。この水消しには使う方です。やっていこうと思います。で、今回はね、オデススにバインド耐性武器をつけて、指バッチをつけています。これでももちろん大丈夫なんでね。で、こっちの方が操作時間確保できて強いんで、よかったらこっちにしてあげてください。バインド耐性バッチつけてるバージョンはね、後半でやります。はい。1階層こんな感じでパズルしていきます。まあね、マシンキラーをね、もう、持ってるシナがいるんで、指で突破できます。で、2階層。シナに悪魔キラーが情報修正でついたんで、もう、やばい。激アツ展開。もうこれで、まあまあ、できれば落ち込み来てほしくない。あー、来ちゃったか。マシンキラー0個の場合は7コンボ。潜在でね。潜在でマシンキラー0個の場合7コンボ。多分3個ついてればもう6コンボで抜けると思う。っていうぐらい強くなりましたね。で、ここメイメイで突破していきます。はい、こんな感じで組んでいきます。で、6コンボ、7コンボ。はい、OK ですね。で、突破していきます。で、続いて4階層。ここからですね、オデュセウス使います。オデュセウス。オデュセウス使って、はい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 。ここはマジで集中。ここ絶対集中。よし。ちゃんと組んでいく。ここまではね、しっかりと加点を取っていきましょう。で、こっから少しもうパズルの組み方を変えます。立ち回りは変わらないんですけどね。パズルの組み方を変えていきます。5階層ですね、まずは。ここはもう、めいめい使って、9コンボ組みに行けます。ちょ、ミスった、もういいや。あー、9コンボ組めてる。こんな感じで9コンボ組みに行ってください。上から3434344って横に並べてもらえれば組めると思います。で、苦手な方はもう普通に列組みに行ってね、やってもらっても大丈夫。もう自分なりの組み方でも OK です。今回俺はね、もう9コンボ組みに行くやり方をします。落ち込んゲーっていうね、結構確かにそうだなと思ったんで。はい、で、ここ。はい、ここはこんな感じで加点取っていきます。5階層と8階層以外は全力で加点を取りに行きましょう。で、58はまあ妥協しても大丈夫です。全然。で、ここも仮に使います。ここら辺の妥協は、5階層、8階層妥協する場合、絶対に許されないんで、必ずノーミスで、しっかりとパズルしていきましょう。ここでミスするともう本当にやばいっす。マジで。ここで加点取らないともう話にならないんでね。で、突破していきます。はい。7階層ですね。命名使っていきましょう。で、ここもね、シーナが悪魔キラー持ったんで、めっちゃ楽に突破できるようになりました。はい。命名使って。だから、ここも妥協しなくてよくなったんでね。ただね、問題は指が短いんですよね。だからできればバインド耐性武器に、指バッチ、本当にお勧めします。で、これ6コンボ来た、ついに。こんな風に突破できるようになります。すげえ、ドア取ってる時に来たわ、ついに。突破できます。で、ここですね。もうここ立ち回り思いっきり変えます。まず、組み方。こうします。で、ここまで持ってきます。これで。こんな風に組んでもらえれば、まあ、2列。で、一番上まで持っていかなくても3列ぐらい組めるんですよ。そしたらこんな風に突破できるんですよね。で、メイメイ使います。これちなみに組み方後で解説するんでご安心ください。で、シーナ限界突破してる場合、今もね、落ち込んきたら罪なんで、そこら辺はもう注意してください。で、ここら辺油断せずにね、しっかりとコンボしていきましょう。本当にね、ここ突破できないとめっちゃ落ち込むんでね。OK。まあ、1コンボ落ち込むは、大丈夫。うん。来る来る。で、こんな風に突破してもらえれば OK です。はい。
で、これ全部ね、落ち込んで紛らえるんで、勝手に取りたい方は全部列組んでもらって大丈夫です。はい、こんな感じで組んでもらえればね、17万点。まあ、今回ね、某大手実況者様のね、16万5千点ぐらいまで来てるんですよね。だから多分俺最終ボードは16万4千点ぐらいになるかなと思ってるんで、まあこの組み方でも全然余裕で取れるよっていうのをね、紹介したかったのもあり、あとシドンね、修正が入ったので、このようにパズルさせていただきました。で、妥協している場所ですね。普通にパズルしてもらえればね、18万点以上狙えますので、そこら辺はね、ご安心してください。落ち込んが狙える方はもちろん今まで通りで OK。でもラストに関してはね、本当に手段の火力が変わってしまって、もう全然違う世界になっちゃったので、できればあの組み方は動画後半で解説しますので、そこまで飛ばしてもらってもいいので、必ず見ておくことをお勧めします。ということで続いて、バインド耐性バッチですね、やっていこうと思います。オッケー。で、ラストですね、シーナ。先ほど解説した通り、あの組み方してください。こうやって、この端っこに置いて、こう。まあ、ここまででいいかな。あ、8コンボか。待って、1コンボは来るでしょ。危な。じゃ普通に色を見間違えてた。危な。危な。危な。もう1個上まで持っていっとかないとやばかった、今の。油断せずにね。ここ油断して、6コンボとかした。あ。OK、倒し切った。危な。調整がマジでむずいよね、ラスト。ここさえスムーズにいけばスコア出る。はい、17158。まあ、こんな感じでね、マインド耐性バッチでも、パズルを急いでもらえればね、スコア取れる編成となっております。はい、ということで、二色陣の組み方講座やっていきましょう。まあ、そうですね。まず、一番ややこしい、一番わかりやすい盤面として、これですね。もし二色陣を組んで、こういう盤面に持っていけた場合は、これを上にこうやって持っていくだけ。これでもう10個も確定で組めるんで。で、しかも列も2列しか入ってないから、削りすぎる心配もないと。加点よりもね、削りすぎる方が怖いんでね。まあ、ただ実際にね、パズル解説、今のやりながらやっていきましょうか。で、まあ、このように盤面出来上がって組んでいきます。はい。はい、で、こんな風に組んでいくと。で、冬のドロップは、ま、できれば、左端とかに置いててあげればいいかな。で、こんな感じで組んであげる。これで、もう9コンボなんですよね。これ、非常に言葉での説明が難しいんですけど、まあ、できる限り分かりやすく言えば、普通に組む。はい、組みます。で、こう、持っていく。これね、列組まないから、今、シーナの火力が高くなりすぎて、列組んじゃうともう、削り切っちゃうんで。だからもうこんな風に組んであげるのが一番いいかなと思います。で、逆にパーティーにハクとか入れてるともう火力高すぎてやばいんでね。そういう場合はもう一回普通に削り切ってから三色陣で削り切って、で、最後場面パズルするぐらいしかないかもしれないっていうぐらいですね。もうハク入れてる場合は。スキルブースト武器つけてね。っていう感じかな、これが。で、こんな感じでやってもらえればね、まあ普通にね、9コンボ安定して組めるかなと思います。まあ正直スコア加点を無理に狙いに行く必要はないので、もうここまで来たら。ここで持ってったせいでもう正直普通にクリアしてほしいんでね。こんな風にね、組んでもらえれば OK かなと思います。まあ三色陣もやろうかな、一応。三色陣はね、もうね、気合なんだよな、正直。二色陣はもうこのやり方があるからさ、あ、ちょっと持ってるドロップ間違ってるけど。まだ楽なんだけどさ、こうやって、ね、言葉で説明しにくいとはいえでもさ、多分理解してもらえてると思うんだよね、今。どうだろう、これで理解しない人ごめんなさい。普通に組んで、で、左足右足持ってった。ちょっとこれダメなパターンね。持ってって、こう。これちょっと一個、あれだけど。違う、ちょっと難しいんだよ。こんな感じで、組んであげる。っていうのが、まあ、おすすめな組み方になっております。で、できればね、光を2列組んで、闇を1列組むのがいいんで、まあ、これが理想かな、正直。でも、落ち込み1コンボ来ると思うんでね。逆に9コンボ組んでると落ち込み来すぎて突破が怖いんで。本当は8コンボが一番いいかなって感じでもある。でも、こんな感じで組んでもらえれば、いけるんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、2色陣の解説一旦終わってね。3色陣の組み方解説やっていこうか。はい。じゃあ、ラスト3色陣ですね。まあ、一番この演説で重要な場所なんで解説しときましょうか。本当はしたくないんだけどね。ややこしいから。うん。そうですね。三色陣まず組む上で、もうパッと見て、まずは組んでいく。普通の道中に関してはね。自分の勘を信じる。
つまりどういうことかっていうと、もう練習するしかないんですよね、三色人は本当に。俺も超苦手だったんですよ、三色人。もともと。まあ今も苦手なんだけどね。ただランキングダンジョンで三色人の需要が高いから、もうシャアなしめっちゃ練習したんで。だから三色人に関してももうね、慣れて頑張ってとしか言えなくて。道中に関してはね、こうやっても慣れて上から組んでいくしかないのが正直なところ。ただね、まあ一つだけね、ありますよね。そうなんです。五階層です。五階層。五階層の組み方はね、解説できるんで一応していきましょうか。パッて見て、3-4-3-4で組んでいきます。机と繋がらないように。これちょっと盤面悪いけど。で、ここら辺まで来たら、列組んでいっても OK。もう最悪。こんなんだったら。で、こういう風に組んでいく。っていうのがおすすめです。つまりどういうことかっていうと、上でこれもう、3-4-3-4-3-4で6個も組んじゃうんですよ。こうやって、こうやって、こう、こうやって組んじゃうんですよ。もう3-4-3-4-3-4。これ6コンボなんで、あとはもう、ね、こうやって組んでいってあげれば残りの盤面で。まあ1列組めたり、2列組めたり、3列組めたりしながら、しっかりと9コンボ以上取れると。まあ正直俺は運強いからいいよっていう人だったら別にね、こんなん気にせずに、こうやって普通に組んでいってもらっていいんですけど。やっぱ運ゲー嫌だなっていう人とか、まあ石あんま俺ないからなっていう人。ただパズル苦手な人には本当にもうね、運ゲーに乗ってほしいんだけど、特に。道中で結構差つけられてるから、ここでもチキっちゃうとね、っていうのは点々点って感じなんだけど。でも普通にこうやって組んで、まあ落ち込み祈っても言うて来るときは来るからね。まあこれも全然いいし、まあでもね、やっぱ安定狙いたいよって人だったら、ちょっと光が遠い。まあ、こんな風に組んでもらってもね、大丈夫なんで。まあここに関してはもう皆さんに任せます。自分の組みたいように組んでください。ただ、どうしてもね、安定を取りたい方はこのような組み方、3-4-3-4-3-4で組んでいく。これちょっとなんか特殊な組み方してるけど。まあ、自分なりの組み方あると思うんでね、見つけてもらってもいいんですけど、まあ、こんな感じの組み方もあるよっていう一例でね、三色人の組み方も紹介させていただきました。はい。はい。もう一回だけやろう。あ、ちょっとこれ、ミスった。助けて、助けて。よし。はい、こんな感じで組んでもらえれば OK かなって感じです。という感じでね、まあ、今回の動画は終わりにしたいと思います。よろしければ、チャンネル登録と高評価がおすすめじゃない方、よろしければお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ガイカミジン、これもう弾けたら最高の人生。